いよいよ三冠ヘビー級選手権試合ということで、今のお気持ちを聞かせてください。そうですね、東京ドームとね、同じようになんかちょっとだいぶ落ち着いてますけどね、自分なりには。2年連続ベストバウトに輝いた、三沢小橋という戦いなんですけれども、今日三沢さんなりにその、やっぱりその内容も問われていく試合だと思うんですけど、どう捉えてますか？そうですね、やっぱりね、2年連続っていうことでちょっとそういうプレッシャーはちょっとありますけどね。本当だから今日ね、3年連続取れるかどうかっていうのに関した場合はね、やっぱり俺がお客さんだったらね、俺もちょっと見に行きたいかなっていう気持ちがね、自分なりにはあるんでね、だからそれぐらいいい試合できるとは思ってますんで ね。小林選手は過去4度の三冠戦でいずれも三沢さんに負けているということで、かなり気合入ってましたけど。そうですね、もうだから実力的にはもういつね、俺が負けてもいいぐらいの実力持ってますからね。ただたまたまね、その日のコンディションとかね、運で勝ってきたようなもんですからね。ただ俺もまだまだ負けられないっていうかね、若いやつの壁になっていたいっていうかね、いう気持ちはすごい持ってますんでね。負けるちょっと怖い相手ですけどね、気持ちだけはちょっと負けないでいたいかなっていうのありますんで、頑張ります。あともう一つ、今までの戦いと違うのは、三沢新体制の第一歩の最終戦であるということで、三沢さんご自身 もういい形でこう締めくくりたいという気持ちはかなりあるんじゃないですか？それとこれとはね、また今日はほら、小橋と戦うのはレスラーとしての三沢ですからね、それは別にそんな全然気にしてないですから、あんまりそういうのは意識してないで戦えると思うんでね。三沢選手にとって小橋健太というレスラーはどういう存在ですか？そうですね、もう生まれついてのレスラー、俺より多分レスラー向きだと思うんですよ。年がら年中プロレスのことを真剣に考えてますし、練習もね人一倍やりますし、だからそのうち俺をね、やっぱり実力的にも追い抜いていくのは小橋だと思ってますしね、それまでは俺もそんなね簡単には引き下がれないしっていう、今いい感じでね関係を持ってますんでね。小橋選手は三沢選手のことを最強のライバル、大きな壁と言ってました。だからそう思ってくれてる限りはね、俺も大きな壁でいたいし、やっぱりね、俺はやっぱ気持ちで、体とかね力ではやっぱり負けますんでね、気持ちだけでは勝っていたいんでね、そういう気持ちがなくなったら小林にも悪いし、若いやつにもやっぱりお手本にまだなっていたいしね、そういう気持ちだけは持っていたいと思ってますんでね。最後に、この試合を通じてファンの皆さんにどういうところをこう見てもらいたいと思うんですか？そうですね、だからもう本当、全日本プロレス、これからね新しい、このシリーズから新しく出発しましたけどね、これからの本当の、昔と違ったプロレスというものをね、俺と小林の戦い、試合を見てね、プロレスがこんなに変わったんだっていうのを分かってくれたら嬉しいかなと思ってます。格闘技の殿堂、そして全日本プロレスの聖地日本武道館、すでに16,300人の大観衆で埋まっています。全日本の宝を手にするチャンピオン三沢、今宵初防衛戦、その宝は新時代への道しるべ、チャレンジャー小橋健太。放送席解説には週刊ゴング竹内康介さんです。よろしくお願いいたします。この試合で全日本の進む明日の道が決まります。6月12日、川田を破って2度目の三冠についた小橋は高らかに新時代宣言を歌い上げました。今日からが始まりです。その言葉に偽りはなく、常に全日本の改革の旗頭として先頭を走ってきました。バーニングのトップとして体を張り、
ベイダーとの戦いで己の魂を磨き上げました。1年前から始まった小橋天皇の新時代、革命記念日を明日に控え、これまで開けることのなかった三沢という名の扉をこじ開け、その先にある真っ青の大地を踏みしめることが果たしてできるんでありましょうか。三冠振り切る選手権試合、全日マット改革のメッセンジャー、それが小橋健太。ブルーのマットに歩を進めますチャレンジャーの小橋健太、あの 10.31 去年の屈辱をこのマットで晴らすことができるか。今小橋がリングに立ちました。6万5000の大観衆に見つめられた東京ドームでの三冠開幕、三沢政権復活に送られた大歓声は全日本プロレス新たな船出の奇跡にも似ていました。誰もが認めた時代のリーダー三沢光晴、三沢が走り続ける道、それがすなわち新しい王道。防衛回数は三沢時代の道しるべ、王道街道2人旅、全日本の頂上対決、小橋との対決はこれすなわち全日本プロレス。さあ三沢がリングに立ちました。チャンピオンの三沢、そしてチャレンジャーの小橋、このお二人に日テレジェニック99の皆さんから花束の贈呈が行われております。真新しいコスチュームを身につけてこの日本武道館のリングに立ちました小橋健太、そしてチャンピオンの三沢光晴です。日テレ賞、この試合は PWF が認定するインターナショナルヘビー級、UN ヘビー級、並びに PWF、UN、そしてインター、3本のベルトが三沢の右手に今束ねられています。その先にいる小橋健太、このベルトを持つ者が新しい全日本プロレスの座標軸です。三沢の手から一旦3本のベルトが本部に戻ります。2色に限定された紙テープがブルーのマットに投げ込まれました。99スーパーパワーシリーズ最終日本武道館大会、三冠ヘビー級選手権試合、チャンピオン三沢対チャレンジャー小橋、三沢にとっての初防衛戦になります。戦いのゴングが打ち鳴らされました。三冠ヘビー級選手権試合60分日本勝負、チャンピオン三沢対チャレンジャー小橋健太であります。場内の歓声は真っ二つに割れました。全日本プロレスが今見せる最高のカード、全日本の聖地日本武道館で行われます。腕を取ってグラウンドの体勢、まず小橋が優勢に試合を進めていきます。腕ひしぎ逆十字の体勢です。ロープに逃れます三沢光晴です。三沢が場外にブレイクです。放送の解説は週刊ゴング竹内康介さんです。竹内さん、はい、まず小橋が意外な入り方をしました。そうですね、腕ひしぎから入っていきましたね。この2人の対戦となりますと、どうしてもそのエルボーあるいはチョップ、そういった立ち上がりがこれまでは多かったんですが、意外な攻め方でまず小橋が入ってきました。その立ち上がり方の意外さを突かれたか、三沢が少し時間を間を取ってリングに戻ってきました。もう1回リングの中央、スタンディングのヘッドロックは小橋健太です。ぐっとロープギアに押し込んでいる三沢、ロープに飛ばそうというところ、ぐっと腰を落として小橋が耐えました。
この2人の三冠戦ということになりますと、去年の10月31日ところは同じく日本武道館大会、抱え上げてもう1回戻します。小橋健太です。小橋にとっては7ヶ月ぶりの三冠戦になります。この時チャンピオンだった小橋が三沢に敗れて3度目の防衛に失敗しました。小橋健太から見て三沢光晴との三冠戦は過去これまで4戦全敗です。そのうち2回はチャンピオンだった小橋が敗れてベルトを奪われているということになっています。いずれも3度目の防衛で三沢にストップをかけられました。三冠戦では5度目の対決になります。チャンピオン三沢対チャレンジャー小橋健太。さて竹内さん、まず静かな立ち上がりでこの展開をどう見ますか。まあ、とりあえず小橋はですね、まあ、相手が読めない相手だけにじっくりまず攻めてですね、相手の出方を伺おうというところでしょうね。なるほどね。やはりその終盤にかけてのスタミナ勝負になりますとどうですか、小橋ですか。それしかし三沢のスタミナも無尽蔵のものを持ってますからね。はい、そのあたりはもうこの同じ四天王という枠組みの中、この二人の実力差というものはもうどうですか、ないと考えてもいいんでしょうか。ただこの戦いですね、やっぱり今回の場合はね、果たしてその紙一重の戦いをファンが期待しているのか、やっぱりこの際三沢時代なのか小橋時代なのか、はっきり決着をつけてほしいという部分もあるでしょうね。なるほど。ジャイアント馬場亡き後、あの 5.2 東京ドーム大会でベイダーを破ってチャンピオンになりました、第23代の三冠チャンピオン三沢光晴です。そしてところは同じく日本武道館で去年小橋は川田を破って三冠チャンピオンになりました。その時に新時代宣言、さあチョップでかわして逆水平を打っていく、手下げで打ってきた小橋健太、もう一回グラウンドに持っていきます。なんとか切り返そうという三沢ですが、その反撃の突破口がなかなか見つかりません。去年の6月12日この日本武道館で川田を破って三冠についた小橋が、これからが始まりです、そういう言葉を残して新時代宣言をしました。そのまま新時代を作ろうかという小橋から、その前に三沢が立ち戦っています。もう一回グラウンドのヘッドロック、これを返していった三沢、距離を取ってエルボーを打った、さあ三沢がロープに飛んで、あっとフライングショルダー、立ち上がって三沢巻き投げた、素早い攻防です。惜しみない拍手がこの両雄に送られます。60分日本勝負の三冠フリー級選手権試合です。首にやはりどうしても古傷を持っている三沢、今のグラウンドのヘッドロックがずっしりとそのダメージが残りつつあるのかもしれません。5月2日東京ドーム、あのジャイアント馬場が引退した日にベイダーを破って第23代のチャンピオンに返り咲きました三沢、これが実に5回目の三冠大冠になります。そして今日がその 5.2 以降初めての防衛戦、初防衛戦になります。通算防衛回数は三沢は19回、これはもちろん歴代チャンピオンの中では最多です。バックに回って、さあぐるっと回って、今度はぐーっと小橋の首のあたり、腕も取っています。この小橋三沢の三冠戦が静かな立ち上がり、グラウンドの攻防です。あるいは竹内さん、これは長期戦を睨んでのという立ち上がりなんでしょうか。まあ、過去4回の三冠戦を見ても全て30分以上の戦いですからね。そうなんですね。これは当然やっぱり長期戦考えると思いますね。過去4回三冠戦、この2人トータルで実に2時間34分21秒という勝負を演じています。そのうち4回全て三沢が勝っています。この三冠戦という舞台で初めて小橋が三沢を超えることができるかどうか、全日本の新たな門出、その船出、どちらが主導権を握るかが大きな注目。さあブリッジで耐える三沢、それをぐーっと返していきます。バックに回りました三沢光晴です。徐々に両雄の体にうっすらと汗が光ってまいりました。グラウンドの腕を取り返しました小橋健太です。四天王と呼ばれてもうだいぶ久しくなりました。そのメンバーの中にあって小橋が一番若い存在です。ただその小橋が先日札幌の試合で、四天王揃い踏みの試合で小橋がラリアットでフォールを奪いました。その試合が小橋にとっては一つの区切りとなっています。四天王の戦いも新たな時代に突入して、さらにその中でどういう主導権を取っていくのか、
3本のベルトをかけた今日の三沢対小橋の一戦です。さらに三沢の腕を絞り上げていきます小橋健太。リング中央でさあその三沢のロックを強引に解こうという小橋健太。過去4戦は全て三沢の勝ち。そして97年10月21日と去年の10月31日はともに年間ベストバウト、プロレス界の全ての試合における最高の試合の賞を獲得しました。さあローリングをかわしていった、バックに回った、バックに回った、ジャマン投げるか、ジャマン投げる、小橋バックを取り返した三沢、フライングメイヤーです。試合がもう1回落ち着きます。ケースさん、この場内のどよめき分かるところがありますね。やっぱりちょっとね、この意外な展開が展開なんですよね。いつもでしたらやっぱりエルボーの打ち合いとかですね、結構派手な動きになっているんですよね。そうですね、お互いにやっぱりまずじっくり攻めてますよね。立ち上がりからエルボーちょっとそういった展開がご覧の表情、いい表情ですね。そうですね、力がちょっと両の腕に込められています。その腕で3本のベルトを手にするのは果たしてどちらか。サーフボードホールドに取ります三沢です。立ち上がってスタンディングの体勢になります。場内もこの静かな、そして意外な立ち上がりにちょっと戸惑い、また大きな歓声を送っています。両雄の力比べです。すでに小橋の胸のあたりには滝のように汗が流れ落ちています。力が込められます両雄。60分一本勝負、その立ち上がりは意外なほどに静かです。ただ静かな中にも内に秘めたる闘志というものは十分感じられます。強引に切り返していこうという小橋。さあ立場が逆転するか。さあ今度は小橋が攻めます。あの入場の時の大歓声とは打って変わって、この2人の手に汗握る攻防に1万6300人のお客さんが今は見入っているという状態です。竹内さん、それにしましてもこの全日本プロレス新体制になってまず三沢が陣頭指揮を取っています。ただ去年から新時代宣言をしている小橋、はい、この2人には時代をかけた一つの大きな戦いになりますね。まあ、例えば小橋が時代を作ると言ってもね、これは単にやっぱり三沢に勝つことだけやっぱり時代を作るってことじゃないですね。やっぱり歴史的な背景、やっぱり三沢がやっぱり一つの鶴田を超えた時はやっぱり大量リアスという問題があり、そうですね、やっぱり歴史的な大きな転換期にですね、大きな勝利を得るということはやっぱり非常にやっぱり時代の後押しになるわけですよね。なるほど、そういう面で今はやっぱり小橋にとって最大のチャンスですね。小橋にとってまさに三沢超え時なわけですね。今超えることに一番価値があると思いますよね。なるほど、さあ切り返して、もう一回切り返した、バックに回った、バックに回った、おっとクロット一回転、三沢エルボー打った。さあ試合が展開早くなるか、いやもう一回グラウンドに持ってくるのか、クロット一回転してエルボー落とします。背中のあたりにエルボー落としました。これも珍しい展開ですね。そうですね、試合がちょっと動き始めました。もうしかし両雄ご覧のように大量の汗、滝のように滴り落ちています。いかにこの静かな攻防の中にも力が入っているかということですね。そうですね、ロープに飛ばしてドロップキック、顎の先端クリーンヒットしました三沢のドロップキックです。すでに勝負タイムは10分を経過しています。そして今またそのドロップキックの後にスリーバーホールドの体勢に入りました。三沢にとってはこの日本武道館、全日本プロレスの聖地は非常に相性のいい会場です。92年8月22日に武道館でハンセンを破って以来、三沢はこの武道館での三冠戦は実に19勝1敗、ウィリアムスに1回敗れただけです。この日本武道館には圧倒的な強さと相性の良さを誇っています。全日本プロレス新たな船出となった99スーパーパワーシリーズ、そのシリーズ最終を飾る三冠戦、三沢にとっては一ついい材料ではあります。逆水平チョップを打っていく小橋、ニュートラルコーナーにミサワを振って、さあミサワカットしてエルボー打った、一発で倒れた、天を仰ぎます小橋。一発から一気加勢にという流れではありません。サイドスープレックスの体勢で落としていった。このサイドスープレックスもミサワにとっては実に珍しい。そういえばこの三冠戦にあたっては三沢は
エメラルドフロージョン、そして小橋はあのアルゼンチンバックフリー側からの垂直落下落とし、その技が出るのではないかという声も上がっています。エルボーを振り下ろしました三沢。さあ小橋が歯を食いしばっています。ロープに飛ばされてエルボーを打たれた。もう一回今度は三沢が上手をつけて飛ばず引く、エルボー打った逆水平。さあここから試合が一気に動いていくんでありましょうか。エルボーを小刻みに打った三沢、そして小橋を、いや小橋が切り返していった、逆水平を打った、エルボー打つ、逆水平手下げに寄っていきます、連発だった、三沢も立ちはだかります。ローリング手下げにもう一回か、今度はキックだ、ローリングぐさっと決まった。竹内さん完璧な手下げでしたね。今のはいい入り方をしましたね。そうですね、まさに遠心力をフル活用。さあ小橋がこの試合における一歩リードの状態になりました。4回3回戦ではまさに苦い思いをしてきました小橋健太。3回戦でこの時代で三沢を超えること、そこに今日の小橋の勝利の大きな意味があります。首を押さえます三沢、5回目の3回タイトル奪取、そして今宵が初防衛戦です。三沢をロープに飛ばしてキッチンシンクだ、連発で持っていくか、2連発です。抱え上げてどうするんだ、わーっとストマックに落とした。竹内さん今日は何かこう意外な技の応酬ですね。やってますね、ちょっと過去4回の三冠戦ではあんまり見られない技が多いですね。そうですね、ですからこの後の展開というのも、まあ、正直申しまして全く読めません。四天王の争いということになりますと、どうしてもその序盤からラッシュラッシュ、非常に激しい展開が多いんですけれども、全く趣が違います。さあどっしりと腰を落としました、ここは四天太です。187cm 118kg 小橋健太の体が三沢の腰にどっかりと落ちていました。後頭部、後ろ髪を掴んだ小橋健太、ストマックのあたりにパンチです。ちょっと本当にお互いの三沢そして小橋のイメージが戦いながらあるいはずれてきているかもしれません。ブレインバスター体勢、抱え上げてこの位置から、この位置から前に落とした、顔面から落とした小橋、さあカバーに入ります。ちょっと見ている我々も次何が来るのか分かりませんね。読めなくなってますね。こういう試合の流れが2人の間でおのずと立ち上がりから作り上げられております。ただその三沢の表情を今見ておりましても、着実にそのダメージは加わっているようですね。ダメージが加わってますね。15分経過のアナウンスがありました。60分日本勝負です。小橋が三沢をロープに飛ばして、もう一回キッチンシンクだ、クルッと三沢が1回転。とりあえず今のところはボディを狙ってますよね。あ、なるほどね。先ほどボストンクラブもありました、そしてキッチンシンク、ストマックもありましたしね。そうでしたね。うわ、もう1回だ、あ、立ち上がった、エルボー打った、ランニングで打っていきました三沢。小橋を飛ばした、ラリアット巻きついた、フライングのラリアットを見せました三沢。15分を経過してもまだ大きなうねりというものは訪れておりません。先頭パシーンという乾いた音が日本武道館の天井まで響きました。1万6300人の大観衆がこの領有を見つめております。スライディングキック、さあ小橋を場外に落とした、小橋が今ちょうど放送席の前です。さあ距離を取っているリング内の三沢、試合が一気に場外戦にもつれ込むのか。さあ三沢がロープに飛んだ、三沢がロープに飛んだ、さあどうするんだ、くるっと三沢が1回転、場外の小橋に向かって、あーパワースラム、場外でパワースラム、エプロンから走った三沢を捉えてパワースラムを打ちました小橋健太。冷静に見ていました小橋。竹内さん、あの位置から落とされた三沢、
当然自分はやっぱり当たったと思っただけにですね、そうでしょうね、やっぱりそのダメージは大きいですよね。そういえば去年の10月31日は三沢がエプロンからタイガードライバーを打ちました。あのシーンは本当に鮮烈、場内からは悲鳴さえも起こりました。今この2人の戦い、このエプロンというのが非常に危険なゾーンになってますよね。一つのポイントになりますね。小橋が三沢を鉄柵に振っています。2年連続で年間ベストバウトに選ばれたこの2人の試合、さあエプロンです。武井さん、エプロンですよ。何か仕掛けそうですね。そうですね。さあ小橋が三沢の後ろ髪を掴んでいる。さあパワーボールの体勢で持っていくのか。去年の場外タイガードライバーのお返しを今回持ってくることができるのが小橋健太。さあ返します。キックでかわして、あと腕折りだ、腕折り、あーだーだ、あー場外鉄柵に三沢の肘を打ち付けた。こんな攻撃は全く考えられませんでした。エプロンからなんと鉄柵に三沢の右肘。小橋自身も全く考えてなかった、とっさのやっぱり作戦でしょうね。なるほど、確かに今何をするのか全く動きが分かりませんでした。場外の鉄柵にまさにその重力をも利用して三沢のエルボー封じ、浮き沈みして場内からは三沢コールが起こりました。首に腰にあらゆるところに痛みを持っている三沢、そして自らが攻撃の突破口にしているエルボー、そのエルボーを封じようという小橋の場外での攻撃。さあもう一回鉄柵に三沢の右肘を固定します。あーだ、あー、うわー、今顔面にも足が入りました。ちょうど鉄柵で鼻の上のあたりをぶつけてますよね。鼻の上ですか。うわすごいところでの小橋としては当然腕を殺そうと思ったんですが、勢い余ってね、やっぱり後頭部に行ってやっぱり鼻を打ってますよね。あ、なるほど、あくまでも小橋の照準は三沢の右肘です。さあ三沢がこの状態から脱することができるのか。もう一回、またエプロンですかね。もう一回エプロンですよ。小橋はリングの中に戻って、エプロンには三沢、右肘を持っている。どうするんだ、コーナーを挟んでいるぞ。あーと、あーと、腕折り、腕折り、連発で打っていきます小橋健太。あーと、鉄柱の金具に打ち付けた。場内からは悲鳴が上がりました。竹内さん、小橋がここまで非常になっている姿、あまり記憶にありません。もうあそこまで行きますとね、これはもう三沢の腕を折ってもいいという一つの決意ですよね。小橋の中にもそういう一つの決意ができてますか。できてますね。そうでないとあそこまでやっぱ攻めきれないですからね。そうですね。うわー、三沢の右肘の状態はかなり心配されます。三冠チャンピオンとして今宵が初防衛戦です。ただ黄色信号から間もなく赤信号に点滅しようかというところ、リングの中に戻して腕を取っている。そのまま落とした、落下させました小橋健太。一気に形勢逆転、場外戦で小橋がペースをつかんだ。もう一回持っていくのがリングの中央、飛んだ。ブラーンとしています。三沢の右肘、さあキーロックです。こういう技が振りのダメージが残っていくことでしょう。20分経過しています。そういえば竹内さん、去年の 10.3 日は三沢の左右両肘の方で小橋が苦い思いをしました。そうですね、それだけにまずやっぱり腕を殺そうという部分の作戦でですね、やっぱり普段は使わない技でも非常にやっぱ効果的に使ってきますよね。そうですね、今回が5回目の三沢小橋の三冠戦、やはり内容質ともに全く前回までのものとは違うものになってきました。三沢が攻撃の突破口としている、そして試合を決める技、そのエルボー封じ、徹底した小橋の連続技が光っています。キーロックまで出しました小橋健太です。さあチョップを振り下ろします小橋健太。まだその右肘の攻撃を続けていきます。アームブリーカーに持っていきます。
連発で打って、おっと三沢形勢逆転か、エルボー打った、その右で打った、バックに打って、ハーフネルソン体勢、あっとそこからくるっと一回転、嬉しぎ逆十字の体勢、ペイント伸びている三沢の右肘、これは三沢大ピンチだ、三沢が危ない、三沢の右肘が大ピンチに陥っている、さあ嬉しぎ逆十字の体勢、三沢逃れることができるか、サードを行えばまだ遠い、グイグイ締め上げる小橋蹴った、さあ三沢ロープに逃れるか、三沢逃げることができるか、今ようやくロープが行く、どうやら試合開始直後のうれしいのですね、ヒントがここにあったような感じがしますね。なるほど、確かに謎のうれしいが結果がここにありました。エルボー封じを徹底しました小橋健太、あの必要なまでのうれしい、そしてアームブリーカー腕折り、さあ今日はまだ大きな投げ技もありません、徹底して腕に攻撃の照準を絞っています。スピンキック、三沢ロープに飛んだ、おっと顔面キック、まるでタウエを彷彿させる顔面キックを見せました。腕が使えないから足しかないですよね。スピンキックを捉えてバックに回った、バックに回った、ジャーマン投げ捨て、ジャーマン投げ捨て、さあ立ち上がって諦めた、エルボー封じてバックに回った、あーフネルソン投げっぱなし、さあこのチャンス到来、3分のベルトを手にするか、あーっと足の鼻でしょうか、今血が滴り落ちております。すごい鼻血ですね。そうですね、ちょっと今胸のあたりがもう真っ赤になりつつあります。あーっとご覧の鮮血です。これは竹内さん、どの攻防でどこで切れましたかね、ちょっと分かりませんね。三沢が右肘大ピンチ、一方の小橋は鼻からの出血、大変な試合になってきました。60分一本勝負の三冠戦です。まあ、思えたのは先ほどの三沢のキックしかないですよね。キックですかね、あ、なるほどね、ハイキックを見せたその三沢、あるいはそのキックで小橋の鼻から出血があったのかもしれません。小橋の分厚い胸板に血が滴り落ちています。停止して右腕殺しの小橋蹴った、脇固めの体勢に持っていこうというところです。ぐっと体重落としてくるっと三沢が1回転、さあ DDT を打った、これで体勢を持ち直せるか三沢、やはり腕に力が入らないのは辛いですね。そうですね、あの得意のタイガードライバーも当然腕力が必要になります。スピンキックを捕まえて、あーっと顔面にキック、あーっと小橋が崩れ落ちた、小橋が距離を取って場外に今逃れます。これもちょっと意外な展開になってきました。圧倒的優位に試合を進めていた小橋健太、その小橋が鼻からのおびただしい出血になっています。場外小橋、リング内三沢、両者ともに多大なるダメージを被っての60分一本勝負の三冠戦です。ようやく立ち上がってリングの中に戻れるか小橋、リングの中には三沢がいます。25分が経過しました。スケーチョップを右腕に振り下ろします。小橋蹴った、エンゼイにも打って、エプロンに小橋、エプロンから、エプロンからですか、ですか、どうするんだ、曲げるか、さあ耐えます。いや、しかし三沢も投げ切れない、あーって体が受け上がった、投げられるか、小橋が投げるか、投げ、あーっと障害だった三沢、あとの膝だ、膝エプロンの挟んだの攻防になりました。マットの上で大の字、その呼吸が同じように速いテンポで胸を打っています。今のは三沢の剣の素晴らしさですね。そうですね、もちろんその天性のものもあります。試合感というものも素晴らしいものがあります。通算三冠防衛回数は19回、今宵防衛すれば通算20回、そして今回は初防衛になります。今這うようにして小橋がリングの中に戻ろうとしています。25分がすでに経過している60分一本勝負です。
あとさあ三沢が三沢がエアロボ推進だ。小橋に休める暇を与えません。今のであるいは後頭部も強く打っているかもしれません。小橋、この小橋の視線が朦朧としてきました。すごい竹内さん、過去の三冠戦この両雄、はい、25分の意味が全く違うような気がするんですけれども。そうですね、違いますね、重さが違いますね。そうですね、場内は一転して小橋コールになりました。さあ三沢が場外にもう一回出てきました。今和田恭平レフェリーが小橋そして三沢ともにその意識の確認などを行っています。まだ両雄は戦える状態なのか、そういうチェックも行っています。さあ三沢が小橋をリングの中に戻します。25分が経過してこの三冠戦は再びスタートを迎えます。さあ赤コーナーのトップに立った三沢、リングの中は小橋、ミサイルキック、高い打点だ。あーっとご覧の失血の小橋健太、天を仰ぎます小橋。もう一回今度は青コーナーのトップに立つ三沢、第23代のチャンピオン三沢。さあボディアタック、高いボディアタックを見せました。おー返した、小橋返した。ただカバーに入っている三沢がその右肘を気にしています。今は試合を優位に進めている三沢ですが、後々絶対この右肘の影響出そうですね。出てくるような気がしますけどね。小橋にとってはその右肘一つの突破口になります。ただ小橋の意識の方が今は心配な状態です。セカンドロープにもたれかかっている小橋。さあタイガードライバー打てるか、痛めたその右肘でタイガードライバー打つことができるか。リングの中央まで持ってきた。さあロックした、抱え上げるか三沢、返します小橋。もう一回立ち上がってキックを打って掴んだ、抱え上げるか三沢、まだ上がらない。おっと今2位を当てている、輝いたタイガードライバー、あっと今ロックがほどけました。ああやはり竹内さん、最後まで投げ切ることはできませんでしたね。上がったところまでは良かったんですけどね、落とすときはやっぱりためがなかったんですよね。そうですね、やったの時のそのため、そこまで持っていくことが三沢はできませんでした。三沢の右肘にはもう力が入らないでしょう。一方の小橋は意識があるかどうか、放送席から見ておりましてもちょっと確認はできません。ただその視線がちょっと宙をさまよっております。もう一回エプロンの攻防に持ってくるのか。放送席の前、去年はここからのタイガードライバーがあった、まさにその体勢に持っていこうというのか三沢。さあロックした三沢、場外に持っていくのか、あの再現なるのか、場外へのタイガードライバー、エプロンでの攻防、あーっとショルダースルーで小橋が返しました。小橋にとっては当然あの場外へのタイガードライバー、痛い苦い思い出があります。ちょっと小橋の出血も今止まりつつあるでしょうか。少し血の状態、あーっと、さあ場外で場外でハーフネルソン体勢だ。さあ手下げ振るか、おっとこれでエルモット、おっとバックに打った、バックに打った、ハーフネルソン場外ハーフネルソンを見せました。小橋強引でしたけどいい角度で落としましたね。そうでしたね。そして今その小橋の鉄柵に振る際に集まる報道陣に対してドキーというおよそ小橋らしからぬ非常に荒っぽい言葉を使いました。そのあたりにもこの試合にかける集中力、テンションの高さが伺えます。この試合は本当に分刻みで両雄の主導権がコロ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 変わっていきます。さあもう一回小橋がリングから場外に三沢を捉えます。何を持ってくるんだ、いや戻します、いやいや、その間にはエプロンがあります。エプロンで
三沢を鷲塚、三沢ここからブレンバスターの体勢に持っていくか、抱え上げて、おっと三沢がバックに回った、バックに回ってくるっと回ったら、こぼしたこぼした、ジャーマンスープレックス、ホールドに丸めた、返しました三沢。長男が大ストッキング状態になりました。勝負タイムがすでに60分の日本勝負の半分を超えました。30分を超えた三沢対小橋の三冠ヘビー級選手権試合、小橋にとっては試合を決めるラリアット、あるいはあの技があります。それを持っていくのか。さあまずはリングの中央、パワーボムに掲げ上げて、おっとした、さあ連発で持っていくのが小橋、もう一回挟んで抱え上げるか、三冠を守れるか三沢、強奪するか小橋健太、その両の階段にかかっている、抱え上げた、あーとトップロープ、過去の三冠戦この両雄、とんでもない攻防というものが続きます。さあブレンバスターに持っていくぞ小橋、抱え上げた、あーと前に落とした、そのまんま落とした、カバーに入った小橋健太、スリーカウントはまだ遠い、そして少しまた小橋の鼻からの出血が激しくなりつつあります。小橋が一気化成に得意技の連発、まだラリアットはありません。そしてアルゼンチンバックブリーカー式の垂直落下落とし、バーニングハンマーもあります。さあ小橋が握った、少し距離があるぞ、背中を向けている、ムーンサルト決まった、完璧に決まった、返した三沢。いや竹内さん、すごい距離飛びましたね今。すごい実況距離があったんですね、ちょっと届かないんじゃないかと思ったんですけど ね、 よね。さあ握っている、小橋が熱く握っている、ベルトの時代を一気に取るか小橋健太、まだラリアットが残ってますからね。 その握り拳にパワーを込めろ。さあいった、ラリアット、お見せを越した、バックからあーっと殴りつけ、ラリアット、すんなりはラリアットを決めることはできませんでした。しかし下中に後頭部を押し付けられた三沢、距離を取っています。雄たけびを上げました小橋健太、バックに回ってくるわ、バックドロップの体勢で、さあニュートラルコーナーに吸い付けた、さあ出るぞ、さあ出るぞ、バーニングハンマーが出る瞬間が訪れた、おっとおっとおっと、ミサオカット、ミサオカット、背中にチョップ押し付ける、あっとエンジン寄った、エンジン落ちました小橋健太、さあそこを見せるんだ、アルゼンチンバックリーカー式の垂直落下落とし、小橋はバーニングハンマーと名付けました。その瞬間がまさに大技だ、あーラリアット、ラリアット、ラリアットの落下、これはね昔小橋がハンセンに来た技だったんですよ ね、 そうですね。さあその再現でサードロープの三沢、そうです、コーナーでラリアットを食らった小橋、ハンセンから学んだそのラリアット、今や小橋の必殺技、まだクリーンヒットではありませんが一気に試合の流れをつかみました小橋健太、胸を抑えます。ちょっとこれも三沢は十分な呼吸はできないでしょう。さあまだまだ三沢にも若干の体力は残っておりました。場外にエスケープする頭脳を働かせた三沢ですが、ご覧のように立ち上がれません。場外そしてエプロンの攻防が激しく続いた前半中盤、そしてリングの中では小橋が主導権を取っています。さあもうここは小橋にとってはリングに戻した方が得策か、あと、いやマットのないところだ、マットのないところだ、パワーボムに打ち付けるのか、上がるか上がるか、上げた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 、わーっとくるっと返した、くるっと返した、三沢が返した。竹内さん、なんでこんなことができるんでしょうか。強引な裏カンナバムでした ね、 そうですね。35分が経過しています。今の三沢も足で反撃するしかないんですよね。そうですそうです、
右肘のダメージは抜けるものではありません。長い長い勝負、予想されていたこととはいえ大変長い勝負になってきました。三沢が今歩を進めてリングに戻ろうというところ、一方の小橋もご覧のように立ち上がりつつあります。三沢そして小橋がリングを挟んで反対側のコーナーから戻ろうというところです。両雄倒れたままリングに戻りました。状態を起こします。ここまでスタミナが残っているのがもう本当に不思議な状態になりました。距離を取って立ち上がった先に立ったのは三沢だ。小橋が走った、ジャンピングリープ、顔面にヒット、逃げている、小橋逃げているぞ、おっとラリアットをかわした、バックに回った、バックに回った、ジャーマン投げ捨て、ジャーマン投げ捨て、さあ大きな腕に立ち上がった小橋、ラリアットブロックしている三沢、もう一回おっとその右腕を抑えています。三沢がよくブロックしました。あれを切ってしまったらその瞬間に試合が終わるところでした。三沢にもまだその流れ、小橋のラリアットを封じる体力が残っておりました。三沢の目はまだ死んでないんですよね。そうですね、じーっとご覧のように小橋を見据えています。さあしかし一方の小橋も痛めた右腕を抑えながら当然ラリアットの機会を伺って、あーとエルボーだ、エルボー打っている、右の腕にエルボーを打ちました。三沢さあタイガードライブ体勢、投げるか、おっとタイガー、タイガースーパックス、ただ三沢が肘を抑えながら距離を取っている。小橋が立ち上がる、ランニングエルボー、ランニングエルボー、完璧な形で入りました三沢のランニングエルボー。三沢がその痛めた右肘をものともせず打ったランニングエルボー。ダッシュを加えることですね、自分のやっぱ肘へのダメージを多少はやられましたよね。なるほど、あでも小橋の目もまだ見開いております。さあ不発のタイガードライバーを打てるか、タイガードライバーあるいは91もあります。あーとキック打った、頭にヒットした、回転してキック後頭部、これはタイガードライバーへの除去となるのか。さあ両手掴んだ、まだ上げられないか、上げた、あー三沢、あったあった、いやいや2です、2です、今グリーンの紙テープが何本もリングに投げ込まれました。カウントは2です、カウントは2です。天地さん、タイガードライバー91を返しましたよ。よく耐えましたね。もうこの小橋のスタミナはゼロに等しいもの、ただ小橋の魂が肩を上げさせました。40分経過、三沢がこの試合を取るか、小橋が待ったをかけられるのか。タイガードライバー91まで繰り出した今宵の三冠戦、さあ三沢が時間を取っている。タイガードライバー91まで出して幻のエメラルドフロージョンも出るのか、ローリングでもかわした、さあさあ終わった終わった、あー後ろ投げっぱなし、顔面を押さえている三沢。竹内さん、額のあたりを押さえてますよ。もろに額からバットに打ってみたいですね。そうですね、首がフラフラです。先ほどまで見開いていた三沢の目が今半分閉じかかっています。サードロープを伝いながら小橋が立ち上がろうとしています。一発の技で形勢が全く変わってしまいます。ただ小橋も追い打ちがかけられないんですよね。そうなんですね、
連発で打てば当然大きなダメージを与えることができます。ただ連発で打てるだけのスタミナが残っていません。さあ今そのタッチロープをも掴みながら小橋が立ち上がろうとしています。この距離はラリアットがあるぞ。三沢が立ち上がった瞬間にラリアットがあるか。明日ラリアットヒット、ラリアットヒット。さあ小橋取るか。返した三沢、三沢返した。上優5度目の三冠戦、あと2回のベストバウトに浅部とも劣らない試合になりました。おそらく2人ともですね、どうすれば相手を倒せるのかということだけ今考えてるんでしょうね。そうですね、無意識の中でそういうことだけを考えている。あーテルボー、しかしまだ小橋の右拳は握っているぞ。もう1回エルボーだ。まだ小橋は握っている。まだ小橋は諦めない。エルボー3連発ローリングエルボー。これだけの戦いをしてきながらこの三沢の起点です。さあさあ三沢がセカンドロープから、おーとひねりを加えた先頭です。ちょっと意外な展開です。意外でした ねここから次の一手が何か。もうあるいは三沢にはこのエメラルドフロージョンしか残っているか。さあさあ投げるか。タイガースープレックス85。さあどうだどうだどうだ。返した返した。伊藤さん、どうしたらこの試合が決まるんでしょうか。もうお互いにね、だん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 もう切り札がなくなってきてるわけですよ ね。 そうですね。切り札とスタミナのない状態の中で誰が何の技を決めるかですよね。そうですね。そして当然この試合で制したものがまさに王道の覇者になります。全日本の覇者、さあ三沢が右の肘サポーターを手にしました。稼げるチョップだ。おっと連発打っていくかもしれない。ローリングの稼げり両肘への方だ。さあ去年はこれで三沢が勝利した。フラフラになっている小橋健太、さあ抱えるぞ。さあプロは出るか。エメラルドフロージョン、幻の技復活。チャンピオン三沢初防衛、全日本の王道のアルスとともに新チャンピオンが新しい道の開拓へと向かいます。ついに出しました幻の必殺技エメラルドフロージョン。もう三沢にはこれしか残っていませんでした。当然のことながら両雄は立ち上がることができません。武井さん、はい、やはり出しましたねエメラルドフロージョン。やっぱりこれがですね、多分三沢の切り札、最後の最後どうしても勝負がつかなかった時にこの技を出そうと思ったんでしょうね。そうですね。それがまた苦しい戦いの中、大きなダメージの中、それを考えさせた、ひらめかせた三沢はまさに存在そのものが王道として新たなスタートを切ることになります。チャンピオン初防衛、第23代三冠チャンピオンの三沢光晴が今宵最終日本武道館大会で小橋健太を相手に初防衛に成功しました。そして武井さん、敗れた小橋ですけれども、はい、これで小橋がこの後どう進むかですね。まあ、小橋ファンからしてみればね、紙一重の差の負けと見るかもしれないですけど、僕はやっぱり三沢の素晴らしさを褒めたたえですね。なるほど。まさに新体制の全日本プロレスの中にあって先頭陣頭指揮を取っている三沢がまさに王道新世紀、その道を一歩記した三沢の初防衛戦ということになりました。三沢は立ち上がれるか。自らが再び負け権利を持っている3本のベルトを巻くことができるか。立ち上がる体力は残っていません。敗れた小橋は当然ですが、勝った三沢も立ち上がる力が残っておりません。最後の最後、やはり戦う前から思い描いていたあのエメラルドフロージョン、3本のベルトは主のもとへ行こうというところ、そのチャンピオンが立ち上がることができません。勝負タイムは43分40秒片襟固め、エメラルドフロージョンから三沢がスリーカウントを奪っています。振
首に右肘にダメージを負いました三沢。一方の小橋は試合の途中腹からのおびただしい出血もありました。ただ試合の途中終盤、竹内さん、小橋は最後までラリアットを打つという拳の握り、あれを忘れてませんでしたね。そうですね、ともかくもうチャンスがあれば打とう打とう打とうという人ですね、何度も見せてましたよね。そうでしたね、その魂があればこそ小橋にはもちろん高山のことながら新たな道が開けるわけであります。今アンタッチャブルの滝原、そして丸藤、2人に肩を抱え上げられながら栄光の3本のベルトを手にしました三沢光晴です。でもそのベルトを今自ら巻くことはできません。場内は大きな王道新世紀という横断幕もあります。まさに全日本プロレスが新しい新たな時代の王道を進もうという三冠戦でした。チャンピオンの三沢はまだ起き上がることのできない小橋に歩みかけるのか。いや、ここでもう一回三沢もリングに降りました。場内は季節して全日本コールに包まれています。チャンピオンが三沢初防衛に成功、チャレンジャー小橋は敗れました。ただファンは新しい全日本の戦いをこの試合で垣間見たはずです。チャンピオン三沢が今自らのテーマ、そして大三沢コールに送られて控えずに消えていこうというところです。99スーパーパワーシリーズ最終日本武道館大会三冠ヘビー級選手権試合は43分40秒、三沢があの幻の必殺技エメラルドフロージョンで3カウントを奪いました。放送の解説は竹内浩介さんでした。竹内さん、どうもありがとうございました。どうも。